プリズム炉のイラストプリズム、S プリズムとも表記される。パワーリアクターイノベーティブスモールモジュール、革新的小型モジュール原子炉は、ナトリウム冷却高速増殖炉に基づく GE ヒタチ、ニュークリアエナジーが設計する原子炉である。この設計では、工場で低コストの製造を可能とする、各々311無への出力を有する原子炉モジュールを使用している。 基本設計はインテグラル高速炉に基づいている。インテグラル高速炉はアイダホフォールズのアルゴンヌ国立研究所の敷地の西側で開発され、それは EBR2 の後継にと意図されたものである。インテグラル高速炉プロジェクトは1994年にアメリカ合衆国議会によって中止された。プリズムは核燃料サイクルを実現する芸の 第四世代原子炉による解決策としての提案であり、放射性廃棄物に対処するために、米国議会に提案した先進的リサイクルセンターの一部である。2010年10月、ゲイはアメリカ合衆国エネルギー省のサバンナリバーサイトの運用責任者たちと、アメリカ合衆国原子力規制委員会の完全な承認を受けるに先立つ。 実証炉の建設許可の了解を書えきに署名した。2011年10月、インデペンデント氏は、英国の原子力廃止措置機関とエネルギー、気候変動省の相談役たちが、英国のプルトニウムの貯蔵量を減らす手段として、プリズムの技術的及び費用的詳細について問い合わせたと報道した。プリズム型の1号機として、 アメリカのエネルギー省は VTR を2030年までに運転開始予定である。熱出力300メガワットでアイダホ国立研究所に建設される。ありがとうございます。